テコンドー競技61キロ級田中光也です。パラリンピックのテコンドーでは腕に障害がある選手同士がそれぞれの障害部分を戦術の中で工夫しながらお互い華麗な足技、そして力強い足技で蹴り合う格闘技でありスポーツです。東京大会から初めて採用される新競技のテコンドーで初のメダリストに輝けるように全力で頑張ります。1年延期されたパラリンピックがようやく開催されることを本当に嬉しく思っています。最高の舞台で楽しんで戦う姿をたくさんの方に見ていただけたらと思っております。全力で頑張るので応援よろしくお願いします。